このシーズンは、夏美さんを優勝させる。そうだそうだそうだ、1回ぐらい優勝させたろうっていう。そうそう、出しすぎるなよと。そうそう、もうそんなホームランは狙わなくていいんじゃないっていう。そうだそうだ、よーし、ビッグ投手抽選です。はい、46始まった。あー、ビッグ始まったわ。おいおいおい、バブレンゾーン、合算今114分の1だ。俺はまだ合算ないね合算という概念がまだ成立していない。もうストレート2枚いったな。はい、1回目のボーナスです。だってそれこそジャグラーだけど、はい、あ、え、フリーズしてる。え、ほら、わー、すっげえ。これなんよ。そう、これなんよ。これなんよな。カッペがハマってもね。カッペがハマった次15ゲームだもん。これなんよ。すげえ。すげえ動きしてる花々が。ヤマサみたいな動きしてるよ。すげえ。スーパービッグだ、スーパービッグ。スーパービッグ出るわ。うわーガーすげえサイドラップのレインボー綺麗っすね。ね、プラス750 はい、見れ。我々がさ、予想できるほどさ、言うこと聞く子じゃないよ。そうそうそう、暴れんぼなんて。暴れん坊なんだから、何が起きてもおかしくないのよ。ジャグラーの、その1日打つやつで、前半60分の1とか70分の1、はい、でレギュラーの方も引けてるし、なんだったら2500枚ぐらい出ちゃうみたいな、昼までに、はいはい、みたいなとこから俺1300はまったからあお、いや、その上でもういいか悪いかっていうか、このハマってる姿が本当なのか、最初がね、連チャンが本当なのか分からんからね。だからこの台もね、だからその同じことがいるわけですからね。そうそうそう、最初のこの800が仮の姿で、本当の姿は今から待ち受ける爆連かもしれないし、200ゲームはまらずに18発ボーナス出てきたんだけどみたいなことになったりするからね。あ、下皿でなんとかしてえな。わかるわ、繋がってほしい。最近はもう基本北斗取れたら北斗、うん、取れなくてもまあ何かスマスドみたいな打ち方してるから、うん、ちょっと今日やっぱまったり行きたいんですよね。いやね、わかる。毎日毎日なんかこう荒いの言ってちょっと胃もたれしちゃってるから。わかるよ、おまんロスト当たり前上等みたいな、うん、こんなんばっかりやってたで疲れちゃう。疲れる、ほんと疲れる。5万ぐらい使って、うん、じゃあ今から楽しめるかもしれませんよっていうチケットをもらえるっていう。すぐ退場していただくかもしれませんけどねって言われる笑顔で。今から楽しい劇が始まります。でも見れるか見れないかまだ分かりませんとりあえず入場してくださいまだいいよ、済ませるのは。分かる、お前お使いなのは察しておりますってなるけどハーデスは忘れちゃうから。えハーデスはもう本当5万一回道間違えると戻れないからな5万5万ですか、ここですか、この店ですか、本当にこの店ですかでもあれですね、今日、まあ、もし我々がマイナスで終わったとして、もう夏美さんの出番は1回終わってるわけじゃないですか、対神谷さんのやつが。そうだね、我々どっちかが、うん、彼女を救わないと、そうそうそう、プラスにしないとまた優勝できないかもしれない。なんでバディバディだけダメなんだろうって言ってたもんな番組とのなんか相性みたいありますよね。あるわ、無双状態になる番組とかあるもんな。お、何言ってもみたいな。あー、500余っちゃったよ。いや、すごいな、やっぱ荒いな。あ、
はなはなの設定推測ってもう一筋縄じゃいかないっす ね。まずそのいい自分のコンディション的に設定通り引ける状況状態じゃないと無理ですよ。わからんわからん、出てもわからんし、ハマってもわからん。これでだって1回のきっかけでブワー連チャンしてすげえ数値上がって蓋を上げてみたら全然5でしたみたいなね、こともありますからね。あっという間に数字上がるし、あっという間に数字落ちるしね。なんかさ、はい、増大前の金花の方が出てるかも。あ、マジっすか。うん、金花全体ちょっと厚くした感じですか。向こうの島ね、打ってる人どのぐらいだろう、 3,4 割なんだけど、まあまあの回数で引いてる割合が、おいここビッグでお願いしたいんだけどな。なんか意外と、あっちか。まあ、あ、めちゃめちゃ偶数だな。あっち行くのもありですね。ね、もしあれだったら、でもしあれだったらパチンコもありですね。せやな、パチンコに行くなら1人まあ2万以内の負けぐらいで抑えていきたいですね。3番とか負けた状態でいっちゃうともうなんか確かにもう後戻りできなくなっちゃうから、行くしかなくなるからな。そうそうそう、1人1号ぐらいの負けだったら、まあ、パチンコで2万使ってどっちかなんか引っかかりゃいいかなみたいな。さすがにな感じになってきたか。やっぱ1200ゲーム回してビッグにってなるとちょっと遅くなりますね。いくら波が荒いとは言えだね。それを波で片付けたらもう何も分かんない全部ってことになるから全部ってなるから、はなはに設定なんかないってことになるから。さすが、ほら、おい、つながった。ギリギリ言うことしかもビッグだ。よいしょ、ギリギリ言うこと聞いてきた。まあ、この辺がもうラストチャンスだな。そうですね、そのもちコインで繋がんなかったらっていう感じですよね。さすがに付き合いきれんぞっていう気がする。こっちもなちょっと上がってきて4ぐらいある感じじゃないってなればいいんですけどね。まあ、偶数に寄ってるっていう、ね、あれはあるね。とりあえず1は否定してくれてるっていう心の誘いはある。とりあえず飲まれるまでは黙って打つか。そうね、ベルも良いし、合算がちょっとね今んとこまだ1クラスですけど、そこが一番変動するんだろうからな。そうそうそうなんですよ、まだねゲーム数そんな経ってないから。今化けがちょうど設定4ぐらいか。これがまた120-130ゲーム以内にポンポンで繋がってくれたらあっという間にいい数値になるよ。ちょっと元来あった島で掘り起こしてこようかな。あっちの引き離すか。まあそうっすね、うん、なんかねまだ動いてないのもあるでしょうから。あーまあでも別にこっちの方がってことはないか。これ98分の1だろ合成で。すげえ、140、うわ142分の1開いた。これ打っていいのかな。え、開いた、うん、今目の前で、うん、すげえいいタイミング。2の2、まだ全然わかんないじゃないですか。284分の1と284分の1。いやわかんない、それはね。一昨日が37の16っていうブリフケしてるけど、ま、昨日が一応じゃちょっとこれをちょっとあと引き継がせてもらおうかな。まあちょっとハマってやめたんだね。やべ、こっちが飲まれそうだ。あ、朝一が、50ゲームレギュラー、75ゲームレギュラー、5ゲームビッグ、97ゲームビッグ。すげえいい立ち上がりだ。で今350ハマってやめと。なるほど、当たりならそれ500以内に当たりますね。ね、戻ってきそうだよね。粘れ粘れ、あわよくは持ちコインで、いや平和に過ごしたい。別に2000倍3000倍くれとは言わない。せやな、せやな、すげえよな。こんだけ確率に負けててまだ2万ぐらいなんだもんな。そうなんですよ、こっちのダイムだって今もう合算234分の1です。469分の1、469分の1、これでまだ9000円ですからね。ね、
甘いよなやっぱ。甘く感じちゃうよね。おお、あと強かった。おお、よーし、291ゲーム。はい、ビーク、ここのビッグはありがてえ。音でけえな、おい。ピンク7、気分を変えてピンク7。ああ、残念、またスイカなし。白。ああ、さすが前任者、天才的なやめ方だったということか。500超えたね。沖縄タイプか。あ、やられた。笑われてますよ。ほら、履歴が高設定だと思って座った。ああやって余ったら今度は開けてくれるさ。沖縄のハラハラの主たちに笑われるよ俺らは。おい、140分の1、まだ打てるなっつって飛びついてさ、ダメだな、当たんねえなーって、190分の1になっちゃったら大移動だなって、ほーら、始まったさ。すぐ目先の数字に踊らされる。ハブと花々の毒には気をつけるさ。でも月に1、2回打つぐらいの経験値じゃダメなんでしょうね。そう、いくらパチスロ歴が長くても。乗りこなせないよ。うん、197分の1になったもん、俺の台。30日打ってる人たちの前で僕らの立ち回りはやっぱ通用しないっすよ。軽はずみないよ、うん、だからその数値以外に何か裏付けがないんですよね我々は。そう、見たまんまでさ立ち回っちゃうから、うん、今まさに僕もねこう偶数だってそれこそしめしめて思われてます、ね、思われてる。これ見逃しで左の中段に白をして、早くハマってやめればいいさ。大きく育ったところをいただくさ。お、あたりました。あった、ラブテンだ。いや、いい1名が出た。追加投資戦。あ、まだ少なかったですね。危なかった。そう、ちょっとなんかあの島の陰から下なめずりされてる気がして1000円だけ追加投資した。だからそれ飲まれやめしてた。そうそうそう、この台をやめたおじいが島の陰からよしよし、よくよく育った育った。あと今ちょっと返しから下打ちが聞こえた気しましたもん。ちょっとダメよ、あんなところから笑って見てたら東京ドームにバレるでしょうが。あー、ほら当たっちゃった。あんたみたいなんか情報外に漏らすさ。トリクラの島から出てくんな。トリクラ超駅5年トリクラ。あんた5年間トリクラ勘弁して、鼻を歌うってすね。トリクラなんて内地の方も設定わからんあんたもう一段階設定さ、バットに設定なんかない。あ、ミスしたらトリクラ行きやばいな。沖縄花々伝説。トリクラの島で、波に乗りこなして、あのちゃんと勝てるようにならないと花々の島には戻ってこれない。それでもダメだと、はあ、もうあんたは今年はもうちびこいんだけさ、とき167ゲームジャグライト。あんたはもうしばらくちびこいんだけ打ってきなさい。あんた北斗の剣って知ってる？あれなんかコインすらねえって言うじゃねえか。スマートパスのって言うんよ。あんたにはこいつら触るのも生ぬるい。ちょっとラオみたいな言い方になってる。チビコインすら生ぬるいよ。でもやっぱ俺はもう収録で行ってそのシャンネル受けたからな、やっぱ。いや、ほんとそうなんですよね。あっちはもうほんと130分の1に食いついて飛びついても勝てないよ。いや、勝てないんですよ。不思議とさ、
自分が辞めた180分の1の台に誰か座ってて、そうそう、俺がハマり終わった後にその台130分の1になるなんだこれってなってでそれやめて、じゃあまたもう一回それ打とうってなって打っても出ないんですよね。必ずその時俺の台にはまた誰かが座ってるだからその設定4以上の合算のやつに座ってもことごとく勝てないんですよね。あれ何なんだろうな、何なんでしょうね。ほんと確率収束係を食らうだけなんだよな。収束係だけやって帰ってくるんだよね。で気づいたら花だけなのに2、3万負けてるじゃないですか。粘ってた方がマシだったなってそうそうそうなるんだよな。だもしかしたらやっぱいわゆるその平均設定の高さを、うん、その向こうの人は知ってて体感で知ってて、ああああ、でも逆に4が関の山みたいなところも知ってて、そうそうそう、6ぐらいの合算になったらもう一旦ハマるよねみたいな。でそんなに悪い台がこのある店にあるわけないから、悪すぎる台はいつか戻ってくるんだよっていうことで立ち回ってるのかもね、うん、だから2、3、4ベースみたいなね。だから狙い目は 1の台みたいな、うん、でやめ時は6の台みたいな感じの独自の体感理論が成り立ってるのかもしれないよ、ね、実際それで立ち回ってますから ねおじいおばあは、おじいおばあがね。で俺らなんかはそのうわなんか不思議な巻き方したななんつって、で 夕日のあの綺麗な海なんか見てお酒飲んで忘れちゃって次の日同じ巻き方するそう規則食べて、いや沖縄いいなーなんて次の日全く同じ巻き方する昨日は楽しかったかいつって朝並んでる時かさ今日は昨日の夜は行きませんよなんつってねいい台取れるといいねおばあに応援してもらいながらあなたこれ食べる65ゲームあスビック、いや今日も勝てねえなーって気がついてこねえんだよなーなんて勝てるっていう雰囲気があるんだよな沖縄のパチンコってなぜか。そうでこれ見よがしに、なんでこの台が空いてるっていう台が空いてる、そう空いてるんですよね。で勝てないよ。そう勝てないでもいい台掴んでる気にはなってるから、あじゃあまたちょっと仕切り直して頑張ろうみたいに思わせてくれるんだよな。5-4伸びたね。一応なんとか持ちこたえてますけど、これでもまだ合算183分の1なんで、お1クラスですね。ビッグがちょっと足りねえのか。そうですね、足りてないですね。ビッグ330分の1、飯していきます。おーと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 ー、しかもブーバイブッタつながった。おいこっちも23ゲーム、おーいオーケー、ビッグ見てろよ。この愛知の地で花々の腕を磨いて、コロナ前以来の前哨戦ですよ。これはコロナ前の以来の沖縄に乗り込んでてるからな沖縄のおじいおばあに借りを返すときがお前は昔のタッチじゃないさ覚えてるさ、ほらいい台空いてるよこれそれは違いますおじいさんな、何勘のいいやつが汚いって言われたこれは手を焼きそうだね、おばあに報告さおばあの喋り方がずっと悪ボスなんよ松さんが沖縄に行ったことがきっかけで東海から花々がなくなるか37ゲームすげえ連チャンしました。これ以上竹に花々売ると国際通り歩けなくしてやるさ構わんそんなにしょっちゅういかだからあの色の秘密がわからないのは沖縄の花々オーバーのプレッシャーによってだから解析とちゃんと出ない出る確率とかもうだからわからない余計なもん出したらね設定推測しだすからみんながまたじゃおかんよってあ、また当たった18ゲーム
これはすげえレンジャンしだした。あーレギュラーか。6の6これでオーバー入れつけられるな。これはさすがになんで粘ったかを聞かれるでしょうね。あのガスさんでなんで粘ったかあんたなんでやめんかったんだあいや結構偶数より巨頭だったんで、まあ4あってもおかしくないかなっていう感じでした。なるほど。でそれはどこまで打ちとんねんすげえ聞いてくるまさかあんた出たらやめるなんて言わんとねえ、いやでもちょっと多分あっても4なんで1000枚ぐらい出たらやめようかなと思ってます。ほら130分の1やから打たなきゃダメさ。これはほら7の2の117分の1が開いたんだけど。え117分の1。うわこれおばあが島の橋で見てるこれおばあ7の2や強いっすね。おばあ見えこれ見えてるでしょ。えガスさんが 110?117 分の1。うわえ1の6の77分の1は開いてるんだけどこれおばあ見てるタイプってこれ絶対オーバー見てるよね。だどっちをビッグを重視するのかバケを重視するのかガッサを重視するのか今試されてます。お前これすごくね。オーバー15レギュラー45レギュラー24レギュラー13レギュラー92レギュラーいやさすがにそれレギュラー引きすぎじゃないですか。だって設定位置489分の1っすね。えこれ打ってみるわ。1の6打ってみるわ。1の6はそれは気になるな。確かにさすがにちょっと出過ぎだろレギュラー。いやそれがうまくいけば、うん、我々は一つこう今日経験値を上げたことになります。多分だけどそれすっげえ負けると思うんだよねこれ愛知も沖縄に次ぐやっぱ花々修行の地だな。おっそいから落ちたよ。やばい。それがきっかけになるといいですね。そこだい本当だね。よし、いいです。繋がった。